狙われた金がとどめの駒に渡辺明名人への挑戦権を争う第80基準位戦主催朝日新聞社毎日新聞社11月16日には B 級一組の藤井聡太竜王松尾歩八段戦が東京将棋会館で行われました結果は89手で藤井聡太竜王が勝ち リーグ成績を7勝を1敗としました B 級1組の藤井聡太竜王は全勝の佐々木勇気七段に続く2番手自力昇級の圏内とはいえ順位上位の2敗に千田昇太七段がいるためここで敗れると A 級昇級が遠のく状況でした最強の欧州本局は藤井聡太竜王の先手つがいで相か,かりに そこから角交換が行われたことでお互いの飛車先が交換されている角換わりのような形とも言えます夕食休憩の直前に刺された松尾八段の午後銀が先手から動かれることを百も承知でああよくばリードを奪いに行こうという力強い一着でした対して藤井聡太竜王も六五桂と最強の王手で臨みます 以下、この銀と桂が交換となる展開にこれだけでは後手の駒損ですが代わりに松尾八段は先手玉を不安定にすることに成功しましたそして取った桂を使って大手取りをかけます。こうなると駒損を回復し玉を不安定にさせたという実利だけが後手に残るとしたものですが。 後手の攻めが空を切る果たして8六桂と銀を取り返した瞬間は後手のカツラ徳さらに銀を取ったカツラが金にも当たっているという一目は後手を持ちたくなる局面でしたところがここで金取りをかわす7七金とふわりと立つ一手が攻守これを刺されてみると後手の攻めが空を切った格好です 以下も松尾八段は手を尽くしますが藤井聡太竜王の着手は正確でついに一息入れざるを得なくなりました後手の攻めが止められた局面駒の損得は負の枚数を除くと全くないのですが後手の持ち駒が負一枚だけなのに対し先手は角銀桂歩と豊富です それを生かして7一角から攻めに転じた藤井聡太竜王はあっという間に松尾八段を投了に追い込みました最終手の7五金は前述した7七,七金が8六金そしてもう一マス進んだ形で狙われていた守備駒を攻め駒に使って勝つというのも勝ち衝撃の如しといった進行です 藤井聡太竜王は竜王としての偉人を白星で飾りましたタイトル戦の連戦による疲れなど全くなさそうです次の対局は19日に行われる王将リーグの近藤聖也七段戦で勝てばリーグの一戦を残して挑戦が決まります若き竜王の快進撃はどこまで続くのでしょうか藍崎修司 将棋情報局2021年11月17日12時43分訂正藤井聡多造官、藤井聡太竜王上記訂正させていただきましたご迷惑をおかけした読者の皆様並びに関係各位に深くお詫び申し上げます